はい、続きましてジョーメタルさん。久々に質問させていただきます、はい、アイアンのグリップ交換をしたのですが、はい、バランスが D0 から C8 から C9 になってしまいました。その場合 D0 に戻したいのですが、はい、玉筋を変えずに鉛を貼る場所、ヘッドのどこにどう貼れ、どのくらい貼ればよいでしょうか。ちなみにヘッドはピンの G710 です、よろしくお願いします。グリップ交換したらバランスが D0 から D8 になっちゃった、あ、C8 になっちゃった、うん、でヘッドに鉛貼りたいんだけど D0 に戻したいんだけど玉筋を変えずに鉛を貼る場所どこ貼っても玉筋変わんねえよ。何答えてんの変わんないでしょ。だってイメージだって、イメージねえや、そんな鉛の貼り方でイメージなんかねえよ。ウッドじゃねえの何、じゃあ終わっちゃうじゃん質問。いや違う違う、お前なりにあるのかって。俺はただもうぶち込みて、はい、ぶち込んでるだけだから。僕はそのアイアンのバランスをディゼルするにあたっては好きなところに貼ってくださいでいい。センスのある貼り方。いや、じゃあ どこに貼っても玉筋は変わらないのかって。だって玉筋は打ち方で変わるもんだし、ヘッドで変わるもんだったら、うん、僕はヘッドで変わらないと思います。でもそんなに極端にね、先に貼ってる後ろに貼ったりしたら振った時に違和感が出るから、違和感がなければどこでもいいと思いますよ。そうだよね、うん、優しい言い方するね。だってどこ貼ったんだ。だってさ、例えばさ、アイアンも持ってたして、僕がじゃあはい鉛打ってください、打ってもらってどこに貼りましたって言って分かるわけないんだから大体が、まあ、それは分からないよ。分かんないですよ。俺クラスにならんと分からんわな。するこういうのはするっていうことで、ね、大体振ってさ、バランスいくつですかって分かるわけないんだから、基本分かんないよね。だからまあ見栄えのいいとこに貼ってくださいなんて、ね、そうそう、きれいに、うん、なんかもうセンスがあるって言い方しましたけど、うん、鉛の貼り方でちょっとこう面白いんで、こう今もやってますけど、うん、よし、そういう感じでいいかな、うん、だからどこ貼っても変わりませんよってことね。変わるかもしれないんですけど、分かりませんっていう話。いや、変わらないでしょ一応データ取ったらさ、機械でさ、打ったりしたらさ、それは多少のね、まあ、多少ね、重心のね、重心も変わるし、うん、それはフェイスの変わり方も変わる、それはデータとしては変わるけど、人間の体でそれが変わる、大体一回一回スイング違うし、それだったら綺麗に見栄えのいいとこに貼ってもらって、はい、方がいいよってことね。で、そう、でそのクラブに慣れた方がいい。玉筋を変えないように鉛を貼るじゃなくて、うん、鉛を貼ったクラブにまた慣れてもらいたい、うん、分かった。そういうことでよろしいでしょうか、ジョーメタルさん。あれかな、バランス重くなってグリップ重いのつけたんですね、したら。まあ、ワンバランスだからちょっと違う、まあ、下巻きかもしれないけどね、うん、ちょっと違った。まあ、気にしなくてもいいですけどね、別に C9 でしょ、8でも全然いますよ、うん、まあでもワンバランス、ツーバランス変わったらやっぱちょっと違和感あるんじゃないの、うん、だからまた戻したいんだけど、まあ、ちょっと気になって D0 ですね、うん。はい、続きましてアイラブゴルフポン吉さんです。ポン吉さん、動画配信お疲れ様です。113番ポン吉です。久しぶりに質問させてください。52度と58度のウェッジのバランスが重くて、ネックの中もしくはシャフトの中に重りが入っているのではと思い、ガストーチで、シャフトを抜いてみました。52度の方は 3g の重りが入ってました。あとはシャフトを入れれば D2 ぐらいのバランスになるかなと思います、うん。58度の方は、重りが入っておらず、もともとのヘッドの重量が重いのかなって感じです。そこで小暮さんなら現状 D4 から D5 あるバランスのものを D2 ぐらいにしようとするならどうしますか。ヘッドに穴を開ける、シャフトをカットする、いろいろあるとは思いますが、小暮さんならどうするかご意見をお聞きしたいです。ちなみにヘッドを抜いたついでに、ノーメッキ加工にしました、うん。ノーメッキにすると少し軽くなるのか、そのあたりも知りたいです。お忙しいんで、なんか長文すいません、ご意見いただけると幸いですということはね、これね、好み好み
短いのが好きだったら短く切ってあのバランスディテールする、うん、だってそれが一番手間かかんない、まあ、尺と長さを短くするってことね、うん、でも長さ取りたい人はやっぱヘッド削りますよね、穴開けたりね、うんうん、好きな方っすね。どうしますかって聞きますもん選手に、シャフト切って短くするか、うん、そしたらそら選手がじゃあこうしてっていうということね、うんうん、好きな方で、まあ、メッキ取ったら軽くなりますよね。なるね、うん、何グラムかね、うん、よしっていう感じね。まあここら聞いてからやるってことね、うん、聞きます、あの、うん、両方だからやるってことだよね。両方でやります、うん、それは選手によって聞いてね、はい、ということです。でもマニアックですね、自分で抜いてね、うん、好きなんだね。はい、続きまして、1等51さん、165番です。動画配信ありがとうございます、はい、以前は何度か質問したんですが、アプローチイップスも間もなく完全に解消できそうなんで、最後の質問にします。いや、したいです笑い。ジャボさんのショットルーティーンで、右手からアドレスして左腕を外旋してから、グリップするイメージがありますよね。うん、アプローチショットルーティーンで右手からアドレスして、ジャムさん右手からアドレスするか、右手からアドレスっていうかこう置いてこう、なんだろう、こう持ったりするじゃないですか。バンカーの時はなんかそんなにイメージあるけど、どうなんだ、まあいいや、ちょっとでもね、左腕を外旋してグリップするイメージあります。私も B2 タイプなんで真似するとだいぶショットは良いです。鉛取ってヘッドに短くするかとか、はいはい、あ、違う、あれだ、1等51さんだ。ジャムさんのあれね、ショットルーティンって右手からアドレスして、左腕を外旋してからグリップするイメージがありますよね。私も B2 タイムなんで真似するとだいぶショットは良いです。レジェンド、アプローチの時左肘は下向きですか、目標方向ですか。私らはアプローチでオープンにしか構えられず、かなり間違ったオープンスタンスで遠回りしてきました。アプローチだけ左肘をターゲットに向けたらテイクバックが楽でびっくりしてます。自分なりに分析するとオープンスタンスで左肘下向きですとシャフトが立ちすぎて50ヤードなんかトップしか出ません。ターゲットに左肘を向けると、手元が小さな動きで自在に上げられる気がして目から鱗でした。確か初心者の頃はこうしてました。 7,8 年悩んだイップスの仕上げの質問です。長文&トリッキーですいません。レジェンドのアプローチの左肘の向きを教えてください。ジャンボさんだけに限らず左肘は目標方向だよね。あまりにもウィークで握ってる人は下向く可能性あるかもしれないけど、左肘が下向くことある？お前どっちかって言ったら、そんなこと考えたことないよ。本当に考えたことがないところを質問されてるから今はぁみたいな、なんなのみたいな。考えないんだよね。俺は考えたことあるんだよ。考えた、あ、やっぱ皆さんもともとトリッキーな感じだったんですからね。あのなんでかって言ったら、東聡さん、うん、プロ、はい、東さんってちょっとこれ今日分かりづらいけど、何枚着てるんですか、人のことをなんとかなんか。いやいや、俺これ2枚で、これ3枚、一緒じゃないですか。ヒートテック着てない。ヒートテックみたいなもんじゃないですか。いや、その下にミートテック着てるからね。この肘のこれね、この角度、何その動き、これね、これ分かるかな、はい、これが多分こうなってますか、なってないですよね、はい、こうしたら楽ですって。この角度の方のがバックスイングを上げやすいの。だから猿腕っていうのが実際にこうなって、こう前向いちゃうやつね。猿腕の人は意外とこういうふうに前向いちゃうから、バックスイング上げ、あの
猿って結構多いよね。いや、女性に多いじゃないですか。うん、で男の人はあんまりすごく多くないでしょ。いや、いるいる。そう。うん、俺あんまり男の人猿腕のイメージないな。トムだって猿腕じゃん。あ、そう言われた。でも、トムでもアプローチの時は、肘ちゃんとあれだから、うんうんうん、こうなってるから、こうじゃないから。うんうん、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、うん、みんなから、こうね。こう柔らかいですね。だから俺はそういうところ意識したことないからやめてよ。東さんはあのルーティンというか上げるときにここをこうクッてまっすぐにここを動かすの、はあはあ、で東さんの昔はこうイメージで打てたこともあるじゃん、はあはあ、そこの意識、はい、だからでも普通で言ったら肘はあのまあフックで握ってたら別だろうけど、ストレートで握ってる人間は大体あの目標方向に向きやすい、うん、向いた方のが上げやすいヘッド、うん、それはあのこの人の言っている通りだと思う。ジャンボさんは、間違いなく猿腕じゃないんで、うん、あの下じゃなくて目標方向に近い方を向いてるっていうことでいいかな。多分ここでも思ってるな。何も考えずにアプローチやってる。何も考えないですよ、普段から。本当にアプローチ、アプローチ。30ヤード。30ヤード。うん、こんな感じ。この方向向いてるでしょ。こうじゃない。いや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 、なんないっつうの、そんなとこ向きに。いやでも俺はなるでしょ、ほら、なるでしょ。なんで、あ、だいたいそんなグリップじゃないし。いや俺はでもこうだよ、うん、こうだけどこれを内側やったり外側開いたりできるわ。なんでできるの。これがだから特殊能力。使うんすか、それ。使うんすか。いやでもアイアンの時はやっぱり外向いてるとこうなるから、うん、落ちやすいけど、こうやって使ってこれれば、うん、あのクラブヘッドってあの狙いとなってくるから、そんなグリップじゃないんだから普段からね。いやこうでも、うん、こうでもこういう動きはしたくないわけ、うん、なんか最近やってるやつ多いけど、うん、ダフっとけって感じだよね。じゃなくてこうやって、うん、まあ下だよね、インパクトのに向かって。全然こういう動きないですけどね、下はね。ないんだけど。ない、分かってるよ、そんなことは。動かねえんだよ、もうジジイだから下が。はい、まあ、基本的にはこうなってくるよね、まだ。アドレスでこうなってたらどうなんだろうね、わかんないけど。でも俺はこれ動いちゃうね、こうやってなんぼでも。じゃあ調子悪い時はあのなんか下向いててかもしれないね。まあちょっと狙いは意識して、俺も打たないからわかんないけど。っていうことで、まあ、ジャンボさんは決して下ではね、猿腕じゃないから、猿腕の下しか下向かないよ。あ、それが俺みたいなトリッキーな人しかね。体がトリッキーな人ね。ということで、まあいいね、ジャムさんは、下じゃないですよってことでね。目標方向でもないと思うんだけどね。うん、そうですね。うん、まあ、小暮のグリップに近いから、ジャムさんはどっちかって左手ね。だから、うん、まあ、マンフックじゃないし。と、うん、いうことでいいかな、一藤さん。はい、続きまして、ゆうちゃんさん。楽しく視聴しました。競争すごいです。アイアン当たりません。シャンクします。胴上げて胴下ろして頭がパニックです。もう少し詳しくアイアンのファンデーションをお願いします。基礎の練習の仕方、助けてください。ちなみにドライバーというユーティリティは当たります。120から抜け出したいです。あ、ということで、一番今あれですね、一番そこ120分抜け出したらね、一気に100切れますからね、うん、切れるね、うん、まあ、だから今度ちょっとまた晴れて時間あるときね。競争のファンデーション、あ、もうアイアンのファンデーション。俺はもう今アイアンいいから。アイアンが確かに僕負けてますからね。アイアンだって結構ライン出るようになったでしょ。いや俺も自分のプレー精一杯で。でも人を見る余裕なかったっていうことで、まあちょっと後々またねファンデーションやります、うん、ということでね。